ドジャースの大谷翔平投手は21日、本拠地、マリナーズ戦に1番、指名打者で出場し、4打数1安打1四球1盗塁だった。2試合連続、今季39個目の盗塁を決め、史上6人目の40-40にダブルでリーチをかけた。チームは8対4で勝利した。打率2割9分1厘、OPS 1.988。これで39本塁打、39盗塁とし、史上6人目の40-40にダブルリーチ。シーズン換算で49本塁打、49盗塁ペース。40-40の史上最速記録はアルフォンソ・ソリアーノの147試合目で、大谷はこの日で128試合目。最速記録の大幅更新もかかる。5戦連続安打で復調の兆しも見せている。化け物すぎるやろ。今はとにかく個人的記録よりも猛追してくる同地区のパドレス、ダイヤモンドバックスを突き放すことが大事やな。大谷の成績よりチーム順位が気になって仕方ないわ。また打って走って活躍したけど、打点を上げる人よりホームに生還する人の方になってるな。間違いなくここまでドジャースを引っ張ってきたのは大谷よな。正直、ピッチャー大谷を封印したフルスロットル仕様の大谷が、ここまで走ると思わなかったから驚きだわ。チームが勝つことが最重要やぞ。40-40 まであと少しか、素晴らしいな。あまりにも凄すぎて歴代のどの偉人と比較しても、人間離れしすぎてるわ。今年は大谷個人の応援と同じぐらい、ドジャースの勝利が嬉しいわ。大谷のことだから1試合のうちに40-40両方とも達成しそうやな。50-50いけるか？本当に生きる伝説だわ。50-50ギリギリか、達成して歴史にまた名前を刻んでほしい。調子なかなか上がらんな。長期がちょっと長すぎる。オールスター明けで調子落ちるよな。今年投げてないから持つかと思ったが、毎年40本打つだけでもすげえわ。とりあえずまずは40-40達成して、その後は50-50チャレンジしてほしいな。